当のなぎこ、へへ、生意気言って、ごめんねフォロワーへ向け、お願いを綴る。女優、当のなぎこ、44、が9日までに、自身のインスタグラムを更新。1日までに愛病、うれい君を迎えた当のはフォロワーへ向け、お願いを綴った。当のは、皆さんこんばんは、当のなぎこです。とてもたくさんの方々へのお願いですと投稿。続けて、お願いを綴った。にゃんさんは、かわいいです。本当に、ぬいぐるみさんのように、愛らしい存在です。それは、間違いないです。ですが、そこには当然ながら現実があります。まず第一に、たくさんのお金がかかります。人間と同じく病気もしますし、怪我をすることだってあります。大学病院に行ったり、ER に行くことだってあります。たとえ保険が適用されない場所でも、大切な我が子のためにはできれば健康保険にも加入していただきたいというのが私の個人的な気持ちです。余裕のある生活をされている方は全然 OK だと思いますが、日々の備えのために寝と猫への保険の必要性を記した。そして、それからね、毎日1日何回もご飯や新鮮なお水を変えます。うんちやおしっこの状態も、1日何度も確認します。ブラッシングの練習もします。お耳掃除もします。字には心を鬼にして、爪切りもします。トリミングもします。その子によっては、嘔吐やお粗相もする場合もあります。お気に入りの家具なんて使えません。病気になれば、日々の病院通いも、場合によっては、お薬投与も注射も日々のママの役割になります。何一つ、子育ては思い通りになんていきませんと、愛病との生活を明かした。さらに、それでも、私なんかが申し上げることではないことは重々、承知しておりますが、どうか、それでもの覚悟がある方だけ可愛いニャンさんワンちゃんの、ご家族をお迎えになられてください。愛は幸せであり、戦いでもあると思うのです。とてもとても幸せな戦いです。覚悟さえあれば、環境さえ整っていれば迎え入れられるあなたはめちゃくちゃ幸せ者です。へへ。生意気言ってごめんねハッピー&ラブと思いを吐露し、投稿を結んだ。この投稿に、フォロワーからは、旅行も私は日帰りばかりです。可愛いだけだったら買えないです。本当に、猫ちゃんの病院代と言ったら、高いです。覚悟して迎えてほしいですと共感の声が寄せられている。